日水学園元生徒会長に聞いてみるシリーズ、はい、というわけで毎週日曜日、はい、日水学園元生徒会長のこのペロリン山田にね、はい、日水学園のことを聞いてるんですけど、うんうん、本日は動画の最後に大切なお知らせがあります、はいまあね、いやなんかこの雰囲気何がなんとなく分かりそうな感じだけどまあちょっとそれも後で聞いてもらえようね、うんうん、ちょっとまあどっちにしろまあまあまあ、まあ、シリーズの話をそうやね、うん、これね僕、うん、あ今日ちょっと喋りたいテーマがちょっと1個あってなるほどこれねうん、今まで数々の、まあ、日生学園長い歴史がある中で、うん、数々の卒業生の方に、うん、俺はちょっと共感してもらえるんじゃないかなっていう、うん、卒業生の間で共感できる、まあ、個人的にねなるほど、うん、まあとりあえずテーマをまず言うわなるほどテーマはこちら、うん本日のテーマ、卒業してから一番嬉しかったこと、うん、なるほどでこの嬉しかったことを今から言うんやけど、うん、これは共感してもらえるかなとは思えるんやけど、うん、ねやっぱり何が一番嬉しかったかっていうだから卒業するでしょ、うんまあ、こうやってもう世間に、うん、まあこう飛びまあ世の中に飛び出すわけやんか、うん、でそっからまあいろんなことをみんながそれぞれの人生を歩むわけやん。大学生とか、うん、まあ俺なんかお笑いとかやってるし、うん、その中で一番嬉しかったことっていうのは、うん、やっぱり同級生との再会やったね。日生学園って、うん、もう全国各地に散らばるわけよ。なるほど。もう全国に散らばるから、うん、正味ね、だからじゃあ地元に帰りましただけじゃ会えないわけよ。ああ、なるほど。うん、全国から来てるそうだから東京にいるやつ、うん、北海道にいるやつ沖縄にいるやつ、うん、いろんな人がいるわけね、うん、でなんかその俺がだから卒業してから同級生と初めて会ったのって、うん、ほんと20、30前後ぐらいかなあ結構じゃあもう間空いただいたあへ十ほんと十数年空いた意外に近いそうそうで再会してまあちょっとなんかたまたま連絡が取り合うタイミングがあって、うん、でそこでじゃあご飯行こうってなったんやけど、うん、いざじゃあ何か集まったのね、うん、で何人か集まった時に話聞いたら、うん、意外にみんなもそんな感じやったらしいのね、結構仲良かった普通に仲いいんやね、うん、その高校生活の時は、うん、すごい仲いいし仲間意識もすごい強い全寮制やから、うん、俺はだから俺だけが会ってないと思ってたのね、うん、なんか、まあ、俺やってるしとか、ね、俺やってるし、なんかこう生きづらいのもあるほそうなんかまだ誇れる自分でもないしなって、うん、だから生きづらかったのもあったから、うん、でもじゃあ東京の状況してるとかもともと東京にいるやつとかと俺は会ったんやけど、うん、なんかもうそれが、その何人かで集まったんやけど、この俺と3、4人行って、だから合計4、5人か、うん。この3、4人は普通に何回か会ってると思ってたの。なるほど。もう東京にいるし、もともと東京のやつと、三重から東京に来たやつとか、うん、会ってると思ってたけど、そこでも、もう十何年ぶりみたいな。なるほど。やってる。だからもうここだけで十何年ぶりみたいな。うん、なんか、だから、なかなか会えないから、うん、再会した時、うん、めっちゃ嬉しかったね。みんな、なんで会わないんだろうな。なんやろね。なんか、うん、それぞれみんな何、どの道に進んだとか。だからもう、それすら、その噂すら。あ、その、会った時はでも。あ、でもそれはそうやね。うん、もう、普通に、うん、大学行って、教師になったり、うん、もう普通に企業働いたり、うんあと実は卒業できなくてみたいなとか、まあ、いろいろ人生は聞いたんやけど、うんうんまあ、でもじゃあ普通のいわゆる普通の人の芸人とかじゃなくそう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 普通に一般的なそう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 確かに、ね、なんかこれねあんまりピンとこないでしょ多分うんあ来ないでしょ多分いやもう俺はだから特殊なあれじゃん俺は未だに一人も会ってないから高校の俺に聞かれてもわかんないな。そうやな。俺、だって俺の
二世学園みたいにすごいこう仲間意識が強いとか、うん、意味ではないの。そう、全く卒業してすぐに誰とも連絡取らなかったし、うん、それもちょっと、うん、それもそれでちょっと聞きたいけど、うん、あのなんていうのかな、でも結局これもあるあるやと思うんやけど、うん、同級生と二世学園の卒業生が、うん、卒業生同士が会った時のあるあるやと思うけど、もう 100% 日生の思い出話。ああそうね、酒飲みながらとか、もう 100% で、俺高校の時にめちゃめちゃ大親友がいて、うん、でもこれはもう寮生活してると、うん、これはもうしょうがない部分あるんやけど、うん、やっぱり寮生活してて団体行動してるから、うん、でなおかつ日生学園でも一人一部屋とかもじゃないから、うん、もう何人一人、俺の時は20人一部屋だけど、うん、やっぱりちょっとしたことで喧嘩じゃないけどさ、言い争ったりとかやっぱりあるのよ、うん、でもで俺はちょっと寮長とかもやってたから、うん、なんかこう注意しなきゃいけない立場、うんうん、でも俺は友達として別に思ってない、うん、だからこの2つがぶつかった時に寮長としての自分を取った時にちょっと喧嘩しちゃった友達がいたの、うん、で結局口を聞かずに卒業したい。ああそうなんだ、うん、でも多分もう俺会うことないと思ってた、ね、うん、最低でもお笑いが成功するまで会うことは絶対ないやろなと思ってた、うん、でも俺はずっと好きやったからもう親友やしさ、うんうん、いつか会いたいな、うんうん、俺実は結構芸人のモチベーションの一つでもあったんですよね。なるほど、うん、そういう友達との再会、そう友達との再会っていうのが、うんうん、やっぱり二世学院って母校俺大好きやから、うん、その大好きな場所であったその大好きな人と会いたいっていう結構モチベーション実はお笑いやりながら20代の時は結構あって、うん、でそいつと、うん、その再会したのね。だからその時、うんうん、やっぱりで何て言うかな、思い出話とか日生の話するやん、うん、やっぱり一瞬で埋まるね、うん、やっぱり日生話だから、うん、もうずっとさ長いシリーズでいろんなこと喋ってきてるけど、うん、もう特殊な学校やんか、うん、そうな、うん、もう特殊すぎて、うん、思い出話絶対尽きないの一晩じゃん、うん、だからめちゃめちゃ喋るわけ、うん、だからめっちゃ仲良くなるよね。だからあの行事のこれだとか、うん、校歌のなんとかなんとかとか、うん、もう無限に尽きるね。で、うん、これ結構同級生のこれ多分卒業生の人、うん、全員が思ってるかもしれんけど、うん、同級生の中で全員必ず言ってたのが、うん、社会に出て、うん、日生の話すると、うん、もう鉄板だって言ってたな。あーなるほど、もう絶対に盛り上がるし、ウケるし、もう興味を持たれるし、あまさにこれよ。なるほど。この YouTube、俺が YouTube でやってるようなことは、みんながやってるみたいな。そうそう、ここで、もうプライベートでみたいな。その話はすっごい興味深かったね。うん、結局、時間を埋めたのは、うん、時間を埋めてくれたのは日生学園だったなって話。なるほど、うん、あれはその再会した時、うん、友達とかは知らなかった、お前が芸人やってること。ね、うん、でも噂はすごい回ってたらしい。そうそう、いやあいつ芸人やってるらしいよ。動画ある見てみようって言ってたのが女装してるお前いやえ、その会った時は話した、今何やってんのって。ああ、まあ話した。でもやっぱり知ってたから、ある程度はやっぱ面白い、ある程度はやっぱりしてたから、うん、でもこうこうこうでっつって、うん、芸人やってんだって、うん、応援してくれてるよ。あ、そうなの。ライブとかはまだ来たことない。ライブは来たことない。 YouTube はじゃあでも見てる。あ、 YouTube はねめっちゃ応援してくれてて。あ、そうなんだ、うん、あ、そうかな、言ってたな。その仲いい人が先生やってて、うん、生徒にも YouTube 進めてその時下品な動画ばっかりだったから、そうそうそう、生徒から何この下品な芸人みたいな。その頃確か登録者数も1000人前後とかだったで、下品なことばっかり下品なことで注目浴びようと思ってた時期やんか下品なことやって日曜日生のことかいやなんかこう思い出深いねその話。あ、でもその人たちが今な、俺らのチャンネルがここまで1万人まで登録してくれてるっていうのをじゃあ見たらまたちょっと感慨深いというかな。いやと思うで、こいつら伸びたなって思ってくれてると思うで。だって何もお金にならない時期
から知ってるから、うん、てか YouTube を本格的にやる前に一回再開してそういう話して、うん、で YouTube をちょっとやり始めようかな、あ、うん、力入れたいっていう話もしてて、の今やからね。そっか。感慨深いというか、うん、びっくりするだろうな。やっぱりこの多分これ本当に絶対共感してもらうのがやっぱり日生の思い出話が濃すぎて、うん、再開した時の盛り上がりは半端ない。うん、めちゃめちゃえげつないな。なるほど。まあ、もうあの時の先生とか、うん、あの時の荷物検査でよとかさ、あ、こういうの見つかってさ、あ、そんなにせえへんやんか、普通。男かの20人の部屋でよ。そう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 。まあまあ、だって、コメントくれてるね、OB の方たちもやっぱ同じような感覚なんだよね。いや、最近なんか結構さ、うん、共感のコメント多いやんか。ああ、そういうのあったみたいな。そう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 。なんか、今日も多分俺はある結構共感してくれるかなと思うというか、あの、濃いもん。やっぱり思い出が。めっちゃ盛り上がるね。まあ、そりゃそうだろうな。うん。よし、もう鉄板なし。なんかもう、職場とか、その大学の友達とか。俺らはだって芸能事務所いる時も結局それはマネージャーとか食いついてたからな、あの浜田さんとかも、ね、そうしかもそこの生徒会長やったのみたいなのはやっぱり食いつく、食いついてたね。芸能界でもやっぱ食いつかれるという、うんうん、そう、今日はちょっとなんかこういう話してみたかったなと思って、うん、今だからさ卒業、まあ、ちょっと俺の話出たけど、うん、ちょいちょい日生学園で俺高校の話すんじゃん、うん、そのせいかたまに俺ら YouTube のこの検索履歴、俺らの動画をどうやって検索して見てくれてるのかのとこに、うん、山中じゃなくてリッチドッグ宮本高校で検索してみた。最近ちょっと増えてきたね。いや一回出してもいいかもね。だって俺ちょっと興味あるで。あ、マジで。あのずっとなんかもう、だって時と場合によっちゃ、うん、日生学園より濃いエピソード出してくるんやから。まあまあな。うん。いや、確かに。俺は今まで、そんな、日生学園を超えてくるようなエピソードを持つ人、俺聞いたことなかったから。一回話してみてもいいかもな。いや、俺は聞きたいね。そう、だって本当に、俺がいた頃は、俺の学校は、だからもう、ビーバップハイスクールってあるんだよ。うん、もう本当、他校のヤンキーが攻め込んでくるじゃん。それがやっと落ち着いたって言ってた。お前らが入学する、ちょっと前はそんな時代だったよ、みたいな。違うからな。俺らの年齢、うん、そんな年齢じゃないからな。まだギリ、あの、リーゼントとかいうような感じだったから。その頃の、俺の頃の日生学園は、めっちゃおとなしかったで。ああ、まあ。そうだ、ちょっとたまに検索してくれる人がいいんだよ、宮本。ああ、うん。なんで出さない、高校名前出さねえじゃん。うん。なんで出さないかだけ言っとくか、先に。うん。いや、俺はだからもう、ほんと高校嫌いで。さっきも言ったし、もう友達もいなかったから、うん、別になんか悪さしたから出せないとかじゃない、うん、高校めっちゃ嫌いで、うん、だからもう入学式、何、入学説明会とか、まあ中学の時説明会受けた時に、うん、説明受けたこと、全く入学したら違うこと、そんなに中学生には分かんねえじゃん、うん、分からね、大人がそんな嘘つくなんて。そんな感じでめっちゃ裏切れて、めっちゃ嫌いで、喋、うん、ったら絶対悪口しか出ねえよ。俺はもう高校の時に芸人になるって決めてたから、うん、いつか俺売れたらこの闇を全部暴いてやろうと思ってたんだけど、大人になって、まあでもそんな、名前出して悪口言うのはさすがにちょっとかわいそうかなと思って、情けとして名前出してないだけ。ああ、なるほど。そう、ただ悪口はもう出ちゃうから。本当のことだから。ただ名前だけはちょっと隠しといてやるかっていうから、高校のため思って俺出してないだけ。確かに俺さ。これ名前出したらもう、うん、すごいことになるんじゃないかなと思う。確かに俺ら、付き合い長いやんか、うん、大体の感情って俺も分かるようになってるんやけど、うん、めっちゃ母校に怒り持ってんな。そう、今はもうな、さすがに月日が経って、うん、いやいやあれだけど、怒り抑えきれてない。いや俺ちょっと今怖いもんな。だってお前にも高校名前言ったことねえ。てか俺もう高校卒業してから誰にもだから名前は言ったことないんだよ、高校。だっていつかなんつうの、それが流出したら俺絶対悪口言っちゃうから。そうそう。俺何にも、高校で全くすっごい悪い高校だったけど、悪さ一個もしないよ俺。周りみんなタバコも酒も、うん、もう変なパーティー券とかすげえ出回ったけど、俺は全部拒否してたから。うん、一人でずっともうこう、耐え忍ぶ。もう、うん、俺は芸人になるって思ったから、もう一切道はぶれずずっと真面目にやってたんだけど、ただ悪口絶対出ちゃうから、そう、名前は出さないでおこうっていう、高校のために
黙ってあげてるだけ。いや、あかんて、お前のその熱量、俺の日生学園の話食ってるんやって。これな、だから、でも多分、俺が有名になれば、同級生とか流出させるかもしれないけどな。まあ。うん、その卒アルとか絶対あるから。うん、いや、興味あるわ。一回俺の話も一回だから、検索してくれる人がいるから、もしかしたら出してもいいかなと、うん。いや、ちょっとさ、もう、この日生学園シリーズ関係なく、うん、動画単体として、ちょっと聞きたいわ、本当に。うん、もし今日、そうだな、一回ちょっとまとめていいかもしれない。いや、ぜひちょっとな。結構濃いとは思うよ。いや、そうやな。すっげえもう、だってもう、教師に殴られて血入ってる生徒がいたから。いや、もう、平成の日生学園超えてる、ね。ああ、そんなんだったからな。まあ、ちょっとまあ、俺のとこの味はあれだけど。話ずれましたけど。と、うん、いうことで、まあ、最後の。まあ、うん、僕は、お知らせ。ああ、さあ、そこそこ。ちょっとまあ、お前の口から言うとか。まあ、一応ね、すごいこの長く、僕らのチャンネルを支えてくれた日生学園シリーズですけど、ちょっとまあ2人でいろいろ話し合いましたね、はい、うん、まあやっぱりちょっとどんどんチャンネルの登録者も増えてきて、うん、で雰囲気もやっぱり変わってきて、うん、ちょっとチャンネルも我々自体もやっぱ成長していかなきゃいけないということで、うん、ちょっと日生学園シリーズもう1年半ぐらいかな、うん、お世話になって、じゃあちょうど1年ぐらいか、うん、1年ぐらい、まあでもそんなもんかな、うん、動画の本数も合計80本超えぐらい、今日生学園シリーズに関しては番外編とかもしょっちゅうやってたからね。そうそうそう、シリーズ番外編、俺らのチャンネルを初期本当に支えてくれた日生学園シリーズですけど、うん、ちょっと一旦ここでメインからは話していこうかなと、うんうん、で一応この山中がピンチャンネルがあるんで、うん、ちょっと今後ちょっと余裕が生まれてきたらそっちに移行して、だからちょっと日生学園シリーズこれからも見たいっていう人は山中のピンチャンネルの方行けば、これから、うん、ちょっとすぐはできないけど、うんうん、ちょっとずつアップしていこうかなっていう、だから俺今までできなかった、うん、ちょっとロケ系の日生学園の動画にしたいなと思ってるから、なんかゆかりのある場所とか、うんうんうん、ちょっとそういう、あともうそれこそ母校に行くもいいかなと思ってる。そうやな、近くとかもな、うんうん、そうそう、ちょっとね山中のピンチャンネル、うん、に行ったらどうしましょうか、うん、だから来週からメインチャンネルではちょっとお預けというか、まあ一旦終わりにして、うん、でまあちょっと今後余裕が出てきたら山中のピンチャンネルから配信していこうかなと思うので、うん、ぜひちょっとね山中の日生学園シリーズ見てくれてる人は、うん、登録していただければと。そうですね、うん、でまあ来週から日曜日ちょっとずつ、ちょっとなんかあの僕らのチャンネル一応もともとお笑い好きの人が登録してくれてた、うん、チャンネルなんで、なんか最近怖くなった怖い動画がちょっと増えてきたっていうのも僕ら反省してるんで、そう、まあまあまあ反省っていうかね、うん、まあ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 、うん、ちょっとそういうのも、うん、含めて日曜日ちょっともうちょっとみんなが楽しめるような、うん、マニアックなっていうよりはちょっと面白いやつをちょっと心がけていこうかなと思うので、うん、まあよろしければちょっと日曜日、別の動画をアップすると思いますので、ちょっとそちらだけね、はい、了承していただければと思います。はい、日生学園シリーズに関しては、ちょっと今後見たい人は山中のピンチャンネルも、ね、はい、よろしくお願いしますということで、はい、まあじゃあメインチャンネルでこれが日生が最後かな。でもなんか最後にふさわしいテーマかなと。まあまあな、すっきりした結構部分はあるかもしれない。うん、なんかこう、うん、ハッピーエンドな、そうな感じかなと思うけど、結局、うん、幸せだでしたっていう感じかな、俺は。卒業してよかったってことね。卒業よかったし、うん、まあ、母校が大好きだったなっていうのは。うん、まあ、ちょっと今後いろいろとね、また考えていくけど。うん、まあ、メインチャンネルじゃん。これが最終回かな。だから、このメインチャンネルも今後どんぐらい伸びていくかまだわかんないから、うん、いつかな、登録者100万人とかさ、行った頃に、ね、あの頃は日生学園シリーズとかやってたな、みたいな、ね、そういう振り返るようなな、ね、し。本当にだって今でも1年前振り返るとな、あそこからスタートしたんだなみたいな、もう初めて俺らが、初めてじゃないけど、まあ1万再生超え始めたのが、やっぱ日生学園シリーズだったから、でもそれでもまだまだ YouTube の収益には、収益化はできないってことで、これ以上取んなきゃいけないのかなって、すげえ結構、最初は絶望だったけど、なんとかそれを。でも行こうよ、目指せ、100万人、夢はでっかくでしょ。そうやな、100万いってな。そこで山中が日生のまた悪口を言う。おい、最終回でお前、そんな俺のマイナスイメージ。久々の日生の悪口言いますみたいな。やめろやめろお前、悪口なんか言わない。まあ、というわけで、はい、日生学園シリーズメインでの、第1章は終わりということで、うん、また、いつかお会いしましょう。はい、ありがとうございました。
んねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近お見つまないって言われておしまいですよ。そんなもう人生の集大成ですよ。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいの。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。